すごいめちゃめちゃ綺麗になってます。こんにちは、ケンチです。今回の動画ではアルミ製品を使っているとこういうふうに黒ずみですよね、黒くアルミの中が、食品を使っていたところ、例えばその水分がそこまであったよっていうところぐらいまでもう黒く黒ずみになってしまうっていう現象があると思うんですけども、あとはこの白い斑点みたいなやつですよね。で今回はこちらを落として、でさらに同じように黒くなりづらくするような被膜の方を作っていくやり方を見ていきましょう。でまずこの黒ずみの正体っていうものは水酸化アルミニウムらしいですね。でアルミ鍋っていうものはもう通常だと酸化被膜っていうものがこのアルミの表面を覆っていて、でそれでアルミを守っているっていう働きをしているらしいです。まあ、こういった黒くなったりとか白い斑点とかっていうものができづらいっていうものがあるんですけども、ただそれが傷ついて剥がれてしまったりするとこの表面に膜が何もなくなってしまうような状態になってしまうので、肌がそのまま露出してしまっているっていうような状態になっちゃうんですよね。でそのままアルカリ性の食品とかを調理してしまうとアルミと水が反応してしまって白い粉状の水酸化アルミニウムっていうものが生成されていきます。でこのアルミ製品の黒ずみっていうのはその水酸化アルミニウムっていうものが水の中に含まれているミネラルと反応して表面にこびりついた状態が黒ずみの原因です。で見た目がちょっと汚いから人体に影響があるのかなとか汚くないのかなっていうふうに思うかもしれないんですけど、水酸化アルミニウムっていうのは水に溶けないっていうところなので体には無害らしいです。ですのでこの黒い状態、まあ、これはまだマシな方だと思うんですけども、もっとがっつり黒くなってしまったとしてもそのまま料理をしても別に問題ないっていうところですね。でただこの黒ずみっていうものがすごくひどくなってしまうとやっぱ見た目が悪くなっちゃうから嫌だなっていう方もいると思うんですよね。これだったら、まあ、外とかもね汚れてそれがどんどん味になってさらにかっこよくなっていくっていうところがあると思うんですけども、まあ、今回少し汚れが出てきたのでこれの取り方とこういう黒ずみになりづらくする加工っていうのがすごく簡単にできるのでそちらの方やっていきたいと思います。でアルミニウムの特徴としてはそもそもその酸化しやすい金属なんですよね。空気に触れるだけで酸化して、まあ、それが被膜、表面に膜ですよね。酸化被膜っていうものを形成してくれて、まあ、それがアルミ表面の腐食から守ってくれるっていうところなんですよね。これがさっき傷ついたり、その剥がれてしまったりっていう話をしたと思うんですけども、それの原因っていうのは、アルカリ性食品を使ってしまうっていうところですね。で、例えば重曹を使ってアク抜きをしてしまったとか、で例えばこれを使ってゆで卵をやっちゃったとかですかね。卵の場合は殻の成分に含まれているんですけども、炭酸カルシウムっていうものがアルカリ性なんですよね。今回はこのケトルなんですけども、アルミのクッカーだったりとかメスティンとかですよね、まあ、そういったものでゆで卵をちょっと作って食べようとかっていうふうにやっちゃうともう一気に真っ黒になってしまうっていうところです。ですのでできる限りそういうアルカリ性の食品っていうものを使わないようにするっていうことが大切になってきますね。でこのアルミの黒ずみの落とし方っていうものはものすごく簡単で、アルカリ性でこういう風になってしまうっていうところがあるので、逆に酸性でこれを取り除いていくっていうことができます。ですごく簡単なんですけども、例えばクエン酸とかレモンとか、あとはリンゴの皮とか芯とかを入れて沸騰させてグツグツさせて、でそれでこの表面の汚れを取っていくっていうだけになります。で特にクエン酸とかレモンとか、まあ、レモンの中にもクエン酸が入ってるからほぼほぼ同じだと思うんですけども、まあ、そういったものによってこの表面ですよね、その酸性で汚れを取るっていうことができますので、この中に水を入れて、で今回はポッカレモンをこの中に入れて沸騰させて、時間としては20分から30分ぐらいグツグツ煮込んでいけば、まあ、こういった綺麗なアルミの色になっていくっていうことなので早速やっていきたいと思います。今水を入れてきました。ちょうどこの注ぎ口の下のところまで水を入れたので、こちらポッカレモンをこの中に入れていきます。結構多めに入れちゃって大丈夫だと思います。で使う水の量によって使い分けていけばいい OK だと思います。でポッカレモンだとちょっと足りないよっていう場合はクエン酸とかを薬局で買ってきてそのままガバッと入れちゃえば OK です。じゃあ早速火にかけていきます。今約5分が経ってお湯が沸騰し始めました。まだ少し黒ずみが消えてないなっていうところなんですけど、
気持ちすでに薄まってきてるかなっていう気がしますね。今11分が経過したんですけども、だいぶ落ちてきたようなイメージですね。ただまだ少し見てわかるぐらい残っているので、もう少し煮詰めていきたいと思います。で、今回この蓋の裏も少し黒くなっているので、蓋をしてこの蒸気でこちらも綺麗になるかどうかっていうものを確かめていきます。はい、ということで20分経過したので、火を止めて中確認していきます。どうでしょうか。オープン。おお、すごい、めちゃめちゃ綺麗になってます。ちょっとレモンで気持ち水が黄色くなってるんですけど、最初にあった黒ずみがだいぶ綺麗に落ちてますね。蓋の方も気持ちまだ残ってるんですけど、かぶせておいただけでだいぶ白くアルミの色に戻ってますね。で、一回洗い流していきます。ホッカレモンを入れて水を入れて沸騰させて20分経過したんですけども、これだけでもだいぶ見違えるほどに綺麗になったんじゃないかっていうところですね。まだちょっと白い斑点といいますか、気持ち光の角度で見えるのかなっていうところはあるんですけど、もう最初は見て分かる通りの黒ずみだったのが、今は外と同じような色をしています。で、ただこの縁の方ですね、水が入ってたのがこの口の下の部分ギリギリぐらいだったので、上のところは若干少し黒ずみが残っているかなっていうところです。とはいえ20分足らずでここまで綺麗になるんだったら全然いいんじゃないかなっていうところですね。で、もっと綺麗にしたいっていうんだったら、これよりも大きい鍋とかに入れて、でその中にクエン酸でもホッカレモンでもいいと思うんですけど、まあ、そういったものを入れて煮込んでいけば、まあ、全体綺麗になるんじゃないかなっていうところですね。ただ今この状態だと黒ずみが取れただけで、まだアルミがむき出しの状態になっちゃってるんですよね。要するに被膜がないっていうようなところになっております。で、アルミは酸化しやすいので、この空気に触れているだけでも少しずつ酸化して酸化被膜っていうものが勝手にできてくるんですけども、やっぱ少し時間がかかるんですよね。で、そこでお米の研ぎ汁でもう一回つけて、でそれで沸騰させてまた15分とか20分ぐらい煮込んでいくことによって、酸化被膜っていうものを作っていくことができますので、最後にそちらの方をやってで終わりたいと思います。それではやっていきます。今日お米を研いでおいたので、それの研ぎ汁を使っていきます。で、こちらの蓋も入れていきます。もうちょっとだけ水を足してかけれるぐらいにしてから沸騰させていきます。で、着火します。で、これ沸騰してから15分から20分煮込んでいきたいと思います。はい、20分経過したのでこちら取り出して洗っていきます。はい、ということで今洗い終わって拭いておきました。今この状態が見た目は変わってないんですけども、酸化被膜ができている状態になっております。このやり方はアルミのクッカーとか、まあ、そういう調理器具ですよね。で、他にもメスティンとかでもできますので、まあ、ちょっと汚れが気になるなっていう方はぜひチャレンジしてみてください。それでは今回の動画が少しでもいいなというふうに思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。